北海道道63号函館空港線は、北海道函館市を通る道道である。全線、両側に歩道がある、中央分離帯を有する4車線の道路で、函館空港と国道278号を結ぶ道路である。北海道道63号函館空港線、起点の函館空港ターミナル入り口。写真奥は、函館空港のターミナル入ル。 函館市高松町にある終点の国道278号、江山国道交点。正面奥へ伸びる道路が、北海道道63号函館空港線。参考資料函館市右側の根崎公園の側を通る、かつての道道函館空港線の旧道。案内標識が示す交差点は、その当時の終点で、函館方面と江山方面への道路が、 国道278号で国道5号方面に案内する道路が道道100号である。かつては国道278号、北海道道100号函館上磯線の交点付近に終点がある二車線道路として作られ、終点付近は信号機もない変形後サロ同様の交差点形状となっていた。だが、 信号制御のない変形交差点となっている終点に、加え、交通量の増加や少ない車線数といった悪条件も重なったことから終点を先頭とした、渋滞が状態化して問題となっていたため、一時的な対策として、終点手前の交差点で終点側への直進禁止と、し、起点側からの交通流を主に、根崎公園の裏側から、 松倉川沿いを通って、北海道道105函館上磯線に至る指導に、右折、迂回させる交通規制を行うが、それでも増加した、交通量による渋滞に対しては焼け石に、水状態の対策だったため、抜本的な対策が待たれる状態であった。その後、前述の2項目目の工事によって、 これまでの終点から約490メートル離れた国道278号上につながる4車線の振動が作られて終点の渋滞が解消されたほか、前日の1を予び3項目目の工事でかつての路線の北側を迂回した全線4車線道路となり、函館空港ターミナルビルとの接続道路、駐車場、空港施設の整備と合わせて交通流が改善された。 国道278号側から見た北海道道63号、函館空港線の交点。ありがとうございます。